すなわちそういう職種がね一極集中してるということは逆に裏返すと危険なことですよと、こういうことを聞いたときはそういうところから見ると我々の思い込む団地なんかを一つ取ればねそういう弱電関係だけじゃないのよね、まあ、薬品関係の会社から何からいろいろあってね、まあ、そういう意味では最初大森工業団地にその立地するようになったのは昭和50年代に入ってからですよ、うんね、わずか30数年なの。ただその時に音楽のヤマハ、あれ飛車が来るって言ってた。だからヤマハがもし仮に景気が悪くなったらもうそれこそ、まあ、ヤマハで言えば名刺みたいなもんですよね。だからそうじゃなくて、その後ヤマハが来なくなってでいろんなこう企業が来たんだけどもかえって今の方が良かったなと思ってますね。自分の課題って言いますよね、うん、で10カ年計画を今年22年度で終わられる、23年から次のまた10カ年計画スタートします、今度はどんな柱を考えるんですか。まあね、一口に言うと幸せ作る学びと交流の街っていうタイトルでね、やるんだけども、まあそれはある程度とにかく右肩上がりっていうのはもう断然ねなくなってきたわけだから、まず足元を見つめて地道にね、やっていこうと、まあいろんな場面においてね、まあそんな中でも一つは、私言ったように農耕民族だと、日本人はね、だそういう意味でさっきの遊び場の中でね土に親しむということがね、私基本だと思ってるから、それを屋外版を作ろうと、23年、24年の2カ年間かけてね、でそれはできるだけやっぱり規制を外して、とにかく遊び場を作ろうというふうなことでね、まあ今いろんなこれまで検討を重ねてきて、まあできたら完成したらね、また評判良くんじゃないかなと私は思ってます。市長が考える町づくりの、なんていうかポリシーといいますか、まあ、子育ても環境もございました、どんな町づくりを今後目指していきたいですか。やっぱりできるだけね、まあ少ないパイの中でやる場合というのはその差別化するというか、その創意工夫知恵を出して要するに、その特色を出す、これだと私は思います。例えば同じように、子育てなんて言ってもね、いろんな保育所をどんどん作って待機児童をなくすとかいろんなことありますよね。だからもちろんそんなこと大事なことなんで、だけどもなんていうか、そういうふうに考えるときに、私の場合はじゃあ遊びだというふうになるでしょ。だから遊びだって言ってやってる子育て支援って誰もいないからね、それは私の外の特色だと思ってる。だからそれと同じようにどんなことでもね、やっぱりその知恵比べだと思ってるのね。だからそういう意味ではさっき言ったように、パソコンのやれない若者はいないわけで、そういうその知恵比べでね、人を呼べると思ってる。だけどもう一つはね、やっぱり、そのフランスの例があるように、やっぱりね、一人頭 その女性がね産む子供の数、これをね上げることですよ、だけどこれは東根のようなね、石でできる
相談じゃないんで、これは国やあるいは県や我々の末端の市町村、そして、民間ぐるみでねやっていかないと、これはね、ものすごいスピードで今少子化が進行してますから、まあ、それを避けられないと思う。だそのためにもね、私は3年前にフランスへ行ったね。でフランスはね、いわゆる世界先進国の中で、共稼ぎ夫婦がね一番多いんですよ。でまさに日本の政府が、当たり前のように人口減少社会が来るんだよと報道してる。俺はそれは間違いだと思ってる、ね、だからその中でまさに日本が人口が少なくなったのは何かと、一つは女性が社会進出が、以前よりもすごく激しくなった、それから高学歴になった、よって晩婚かなと、だから子供が少ないのは当たり前なんですよという感じでしょ。だけどそれをことごとくね打ち消してるのがフランスなので、今 2.0 になってる。 2.0 じゃやっぱり人口は現状維持にならないわけよね。 2.0 何人か出ないと増えないんだから人口は。だからそういう意味ではね、一つの特徴になってるのはね、シングルマザーっていうのが大勢いてね、だから私生児がいるんですよ。日本の文化とはちょっと違うので、それの子育てを担っているのもね保育ママっていう。だこれがね日本人の文化と合うだろうかなと思って、山形が今ね保育ママ制度っていうのを取り入れてやってますよ。私それをちょっとね注目して見てるんだけど、やっぱりなかなか育ってないみたい。なんでかっていうとね、やっぱり密室ですよ。自分のうちに育てるわけ。よって支援っていうのに力を入れるようになったね、フランスの政府はね。だからわずかね、まだ30数年、40年経ってないみたいな。だからそういう中でその 2.0 まで回復してきてるんだよ、うん、今そういう意味ではね、東根も私はその限りなくそれに近づけようというのは私のこういう呼びかけであって、で今東には13市の中でね断トツ1なんですよ。特殊出生率っていうのは今 1.66 かな、うん、でその前が 1.70 だったのよ。だからこの辺あたりもねもうちょっと上げなきゃいかんなと思ってるんだけど、例えば大森工業団地とか臨空団地あたりでもね、ああいうのれんわり立派な会社来てんだけど、一社も企業内の託児所っていうの持ってるやつどこもいないの、ね、だからそういうところを例えばね、我々みたいな自治体では無理なんで、国がそこを、ね、手を差し伸べて、例えば法人税を軽減するとかね、なんかこう知恵を働かしてね、企業内託児所をこうもっと増やすとか、そういうふうなことをね、その自治体の力だけで無理な場合は民間の力を借りるというふうな視点っていうのをね、これからもっともっと増やさないとダメなんじゃないかなと思ってるし、私もこれから市長会だとかね、そういう場を通じていろいろと意を強めていきたいなと思ってますけどね。はい、どうも。東根さんの方で受付の方をやっていただいております。でここで受付したお子さんたちはシールをですね体に貼って遊んでるんですけども、
快適なようにここにシールを貼って落としていいって言いますか、ね、で、お子さんが遊んでるからみんなから私のお子さんが貼ってます。帰りに来る、こういったこの飾りと言いますか、こういったものも NPO さんのアイデアでいろいろな ここはまあ正面って言いますかね、欅の正面がやっぱり穴が開いてるもんですから、この辺がまあ正面の形になりますけど、こちらの方に前に皇太子殿下とか井ノ口少子化大臣の時代にこちらの方に自殺、何か不可能に自殺した時の写真なので、皇太子殿下ですね、県で何かの大会があった時にこちらの方に。この天井裏のネットの方は遊んでいけない。ここですと屋内ですから雨の心配いらないもんですから、ここで遊んで、まあ、お弁当を食べていったりとか、そういった遠足のコースに入れられてることも結構あるようですね。皆さんすごい楽しいって言って、帰るときなんか帰りたくないって言って泣いてくお子さんがいるの時はすごい嬉しいですよね。親御さんすごい困ってますけど、何時から何かあるから行かなきゃいけないのにみたいな、巡回したりとかでも、ほとんど見守るっていう方を大切にしてますね。何か指導するっていうわけではなくて、見守りの方でもしも危ないときに手を出す、あまり手を出してこうやるんだよっていう指導的なことはしないですね。あくまでも皆さんの自主性というか、そちらの方を大事にしていただいて、転ぶ前に助けるっていうことは極力、避けているつもりではおります。夜いろんな PTA の会議とか、あといろんなサークルの、そしてもちょうど今なんかサークル活動ですけど、そういったものでこう使っていますね。そして障害学習的な使用の場合ですと、使用料も減免になるんで、レダンボリオだけなんで、比較的安い、ね、料金で使えるっていうこともあって、結構利用頻度が高いですね。